皆さん、お久しぶりです、ついに、商品の方が完成いたしました。ちょっと前回の、YouTube 配信から少し間は空いてしまったんですが、その間、サイズスペックでしたり、受注方法でしたり、いろいろ細かいところを調整してついにここまでたどり着くことができました。そして商品名も、ついに決定しました。自分で少し発表するのは、恥ずかしいところがあるんですが、ムムムパンツ1とさせていただきます。ムムムというのは、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕のツイッターのアカウント名です。そしてパンツ1というのは、この商品が売れ、第2弾第3弾と、続いていった時に234と増えていけたらいいなと思い、このような名前を付けさせていただきました。それでは、商品のサイズスペックでしたり、サイズ展開も豊富に、していこうと考えていますので、その辺の方を、今から説明していきたいと思います。それではどうぞ。アンドゥインフォメーション。それでは、早速デザイン説明の方いきたいと思います。はい、まずこの商品、腰回りの方がゆったりした作りになっています。そして足元にかけて細くなっていきますので、たくさんの方に履いていただきやすいシルエットになっています。で、このウエストの後ろの方なんですけど、ゴムになっているのでとても履きやすく、で、ここの内側にはあの紐がついていますので調整しやすいというふうになっています。アンドゥインフォメーション。それでは、続いて収納についてお話ししていきたいと思います。前のポケットが2つ、そしてこちらにファスナー付きのポケットが1つ、そしてこちらにもファスナー付きのポケットが1つ付いています。そして裏側に行きますと、右側の後ろポケットにはいつでも手が入りやすいようにファスナーなしのタイプにしています。で、こちらに関してはしっかりと物を落とさないように収納した時のためにファスナーをつけて仕様になっています。そして続いて、この後ろ側になんですけど、カイロを入れるポケットをつけました。寒い時に、はい、なのでより一層、特に女性の方なんかはこう寒い時にでも暖かく過ごせるかなと思います。そして下の方には、裾を絞る機能もついていますので、ここを絞ることによってより一層、空気がこの中で温まり、逃げずに温まることによってより一層暖かさを感じることができると思います。で、スタジアムなんかではこう座ることも多いので、その際には大いに役立つかなと思います。アンドゥインフォメーション。ここからは、着用シーンをご覧ください。歴代のユニフォームたちも着て、ムムパンツ1も履いてのシーンになります。ここまで男性の着用シーンも多かったので、女性の方にも着ていただいて、どのようなスタイル感じに見えるか、ぜひ参考にしていただいたら嬉しいなと思います。それではどうぞ。はい、久しぶりに FC 東京のユニフォームを着ていました。自分が生まれ育った、大切なクラブです。久しぶりに着ると少し恥ずかしいですね。味の素スタジアムで着るとこのような感じになります。それでは次のクラブに行ってみましょう。続いては、セレッソ大阪のユニフォームです。一番初めに袖を通した時はピンク色で似合うか不安だったんですが、今でも着るとしっくりきます。緊張スタジアムでこのユニフォームを着るとこのような感じになります。それでは次のクラブに行ってみたいと思います。よいしょ。続いてがサンフレッチェ広島のユニフォームです。僕が入団した時は残留争いをしてとても難しいチーム状況だったんですけど、やっぱどうにか皆様と力を合わせて残留できたのはとてもいい思い出です。エディオンスタジアムで着るとこのような感じになります。それでは次のクラブに行ってみましょう。こちらが、僕が、現役時代最後に袖を通したユニフォームになります。いい思い出も悪い思い出もありますが、本当に自分の中では一番思いの詰まった、思いの強いユニフォームになります。シティライトスタジアムで、着用しますとこのような感じになります。以上、歴代チームユニフォーム着用シーンでした。
足先に向かって細くなっていくテーパードシルエットなので女性の方にも美脚効果できやすいです。スタジアムを想定してユニ着用をしてもらいました。動きやすいのにあったかい、あとそのお腹周りにポケットが、カイロ入れるようなポケットが2つあって、女性にはとても嬉しい機能です。きれいめなデザインなのでスーツの代わりまでとはいきませんが、ジャケットと一緒に着用すればビジネスシーンでも着用できそうです。アンドゥインフォメーション。続いて機能性の紹介に入りたいと思います。まずはじめにストレッチ性です。こちらに関しては以前私が現役時代一回もしたことない素晴らしいボレーシュートを体現できたので、ストレッチに関しては全く問題ないと思います。そしてもう一つが撥水加工です。特殊なコーティング加工をしていますので、汚れでしたり多少の水でしたらしっかりと弾いてくれます。そして3つ目、防風シートになります。この商品の中にこのようなとても薄いシートが入っています。この生地の薄いんですけども、縦横としっかりストレッチ性があり、履き心地もとてもいいと思います。ご覧ください、強い風を当てているのに一切風を通しません。その他にも嬉しい機能がいっぱいです。保温性、繊維で上質な裏起毛が温かい空気を逃がさないため暖かいです。保湿加工、冬に嬉しい保湿加工を施すことでソフトな肌触りです。静電防止、冬に不快な静電気を軽減する加工を施しています。抗菌防臭、匂いの元となる原因菌の増殖を抑え防臭効果があります。アンドゥインフォメーション。このパンツ、環境にも大変、配慮された商品になっております。はい、私どもアンドゥは環境に配慮した取り組みを行っています。今回の商品でいうとポイントは大きく2つです。1つ目は YKK さん の環境に配慮したものを使っています。このボタンの部分はですね、はい、植物由来、植物をその 30% 以上配合したものを使っています。そしてファスナーについてはこのテープの部分ですね、この前であったり脇の部分、このテープについてはペットボトルをリサイクルしたものを使っています。で2点目はエコテックススタンダード100というですね、人の肌に優しい国際的な安心安全の認証を取得しております。今回カラー展開は黒一色になります。そしてサイズ展開としては SS、SM、L、LL、5展開になります。僕が着用したのは M サイズです。ムクハラの M ですで赤嶺慎吾さんに着用していただいたモデルが L サイズになります。それではさて、ムクハラさん、はい、ついにお値段ですね、はい、一番厳しいところですね、ここが一番悩むところですね、はい、ただ今回はそのもう大量生産しない、はい、そうですね、我々アパレルの課題として廃棄というものが常にあるので、そうではなくて、皆様からご注文いただいたものだけ作っていくというのが一つと、はい、あと、まあ、ストレッチ性があって裏が全面あったかい素材、はい、撥水性、はい、防風性、はい、機能盛りだくさんです。いや、そして環境にも配慮された商品となっていますので、そこまでこだわった一品なので、私の希望は、はい、これ14,800円。でもそうなりますよね、普通に考えればそれぐらい、 それぐらい、はい、価値のあるもう商品仕上がってるんですけど、またそれですとやっぱもうちょっとサポーターの方々に僕怒られてしまうかもしれないので、どうにか、ね、せめてまあ1万円切ってほしいかなというのがあるんですけど、僕の中でどうですか。そうだよね、そうだよね、と考えるとやっぱり、いや、ちょうど超えたぐらい9800円。あ、本当ですか。まあでもまあまあ、送料は別にしてほしい。あ、送料別で、送料別で
高いか、それでも。いや高いです。価値あるぞ。いやいや、価値あるぞ。価値あるんですけど、やっぱ皆様にこうスタジアムのチケット代、ファジフーズ買っていただきたいなと思うので、僕の本当に希望としては、確かにもう今回三原さん頑張った企画なんで、はい、決めてくれ。あ、本当ですか。決めてくれ。いや、僕はもう本当にもう送料込みで、込み、はい、込みで、税抜きで、送料込み税抜きで、はい、8500円。どうですか。取り肌立つね。いや、本当にちょっとね、社長に怒られちゃうかもしれないぐらいな。取り肌立ったけど、いや、本当に価格設定かなと思うんですけど、まあ、欲を言えばですよ、はい、で本当にもう僕が思いを込めて、もう初めて本当にいろいろこだわって作った商品ですので、 50% 引きの7500円。そこぐらいまでいったらもう本当に多分サポーターの方本当に喜ぶなと思うので、ちょっとどうにか長谷さんのお力を借りて。いやいや、力って、いやいや、そうだね、頑張ってきたし、まあ、確かに今回はムムムパンツ1は初めてだし、はい、EC、はい、まあ、ネット通販で購入いただくので現物触っていただけないことも考えると、はい、分かった。もう三原さん熱い思いで、はい、じゃあご注文日から一定配管にご注文いただいた方々は7500円にします。あ、本当ですか。もうもうもう頑張ろう。これはもうお買い得ですね、間違いなく。もうありがとうございます、本当に。もう、よくここが、いや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 、でこれ本当にたくさんの方に手に渡っていただければ本当に僕嬉しいので、最初の、まあ、購入いただいた方には7500円で。そうですね、はい、あのちょっと期間はかなり続けますね、はい、設けますので、はい、税抜き、送料込みで7500円で、安い安い安い、これは安い、はい、皆さんぜひご検討よろしくお願いします。選べる股下で A と B で股下の長さが3センチ違います。ちなみに、私が履いているのが股下 B タイプの M サイズとなっております。環境配慮への取り組みもこんなにいっぱいやっています。アンドゥインフォメーション、ここまで、たくさんの思いを込めてパンツの方を作ってきました。アンドゥにあるこの温かい素材を、どうやって、サポーターの方々、サッカーに紐づけるかと考えたときに、やはりあのシティライトスタジアムであったり、味の素スタジアム、金鳥スタジアム、エディオンスタジアムなど、すごいスタジアムのスタンドに座って寒い思いをしている方々に対してやっぱ作っていきたいなという僕の思いがありました。でここの最近、そうですね、あの声援なども緩和されてきまして、サッカー界でもいつもの日常が戻ってきつつあります。まあ、それはサッカーだけに限らず普段の日常でも戻ってきています。なのでアウトドアであったり、ショッピング、旅行、あと仕事の外回りであったり、本当に家族であったり友達、恋人、たくさんの方々にこのムムムパンツ和を履いていただいて、暖かく、そして快適に、そして素敵な思い出をたくさん作っていただきたいなと思っています。僕の一番の思いとしては、このムムムパンツ1を履いてスタジアムに行っていただき、タイトル獲得や J1 昇格、その瞬間をこのパンツ履いて味わっていただけたら本当に大変嬉しく思います。僕自身この暖かいパンツ素材に惚れ込んでアンドゥに入社しますし、皆様にもこの感動をぜひ味わってほしいなと思いますので、ご購入の方ご検討よろしくお願いいたします。